ロップ加工カメオの,の MV ねーっとさあ始まりました。<laughs> さあ始まりまりしたアナのショールールム今夜も2回配信でお届けしたいと思います <laughs> 昨日に引き続き1回目は、えー、携帯のところから配信します2回目は多分いつもの位置に戻ります ということでこんばんはこんばんは初めてパミュさんありがとうございます今日はエチューダハウスのアイシャドウ今日はちょっとオレンジっぽい感じオレンジとっぽい感じにしましたまつ毛が今日ね上がったよ結構 マジショールームのためにメイクしたから今日 <laughs> メンバーにも会えなく会えないから今寂しいです悲しいナイスまつげイエーイそれでは何を話しますかね とりあえず今日の12時に「なんかカメオ」がまあ公開されたんですけどそうでなんか結構メンバーともね連絡しててそうなんかやっぱ「イコラブ」ってねほんと仲いいなってねもうすごい改めて思うんだよ急に全然「カメオ」の話じゃないんだけどなんかほんとに すごい思ってでまあ今日12時にカメを公開されるってなって、まあ、もうね分かってたからずっと待機しててそうなんだろうすごいねドキドキした公開されるのが。予想と違った本当 本当ですかみんな想像と違ったっおおいい意味で想像を超えて想像を裏切ってたらいいなって思いますけどそうすごいねなんか大人っぽい感じでもうなんかちょっとやばい子みたたな感じでしたよねそうなんかまた新しい感じで本当に。 だから何だろう「イコールラブ」のファーストシングルとかセカンドとかも結構王道ザ王道って感じで,でまあサードの「手遅れコーション」とかは、まあ、結構ねこう表現みたいな曲ででもそこで一つ「イコールラブ」の幅が広が,広がったんですけどんでまあフォースシングルもは、まあ、結構可愛いでもポップなって感じで。 で5枚目ダイモンドリリーも結構王道どっちかといったで6枚目はちょっとねこうそれこそ、まあ、それも感情とかそういうちょっと大人な感じだったんですけど今回の7枚目はすごいなんだダンスナンバー一言で言うと結構まあダンスナンバーと言われている言っている曲なんですけどすごいうんーなんだろうな。 歌詞ももうちょっとねこう強いおん、強い女の子なんだけどみたいなそうなんかあんま言っていいのか分かんないけどそう強い女の子とそう見せかけてるみたいなちょっと裏の顔みたいな <laughs> 裏の女の子みたいな <laughs> なんかすごいまあ意味がたくさんあって「カメオ」っていう意味にも。 そうでなんか、まあ、合宿もしたんですけどダンスナンバーなのですごいなんだろうね「カメオーカメオン」でもなんかサビはちょっとこう可愛い,い女の子結構笑顔で「カメオーって踊るんですよ「カメオーってやってそうであのでも A メロとかは「 へ、hey, 強気の乙女なんで」みたいな感じで結構「フン」って感じで踊ってるんですよねそう。でもサビになると実はちょっと一変して「カメオ」みたいな感じで <laughs> そこは踊ったりするんですよ。そうまあね、なんかこう振り付けのこうなんだろうな、あのー、意味とか裏話とかもあるんですけど、まあ、そこもねまた。 お、うん、いおいいろんな取材とかでお話ししていけたらなって思ってるんですけどそう結構こうレコーディングとかも今までとはまあ違ったしもうねどんだけもうかっこつけてじゃないけどすごいそういう風に歌わなきゃいけなかったしなんか、まあ、ラップ が今回も入ってたりワンチューワンチューの時もラップがラップは入ってたけども今回もなんだろう、まあ、ラップに近いのがあったりして結構歌はみんな苦戦したんじゃないかなってこう難しかったけどそうなんかアイドルらしいやっぱなんだろうなどっちかといったら声のメンバーも多かったり。 まあアイドルっていう枠だからそうなんだけどなんか何て言うんだろうなそこをアイドルらしさを残しつつ新しい「イコラブ」を見せるっていうのがなんか難しかったなってそう英語の発音苦手やからそんなやばかったよ頑張った <laughs> そうで今回ミリニャとナータンのダブルセンターなんですよそう今この船に乗れん時はダブルセンター私と瞳がダブルセンターだったんですけどそれはカップリングでなんか表題曲でダブルセンターっていうのは今回が初めてでそうミリニャータンがそうダブルセンターなんですよかわピーでしょかわピーんですよとっても。 そう初ですよ表題でダブルはダブルそうまあでも結構ね立ち位置がコロコロ変わったりもうなんだろうみんなで一つの作品っていう形なのでうーんまあ結構ねもうねライブとかで見ると目まぐるしいよ <laughs> いい意味ですごいコロコロ変わるからきっと。 まばたきは元気んでって感じですね <laughs> そうダメですよまばたきしたらそうね一人一人衣装が間違ったりもするしキックしてるのあんです「今がいい場面」って言ってます カッコつけてます <laughs>。そうでもねその振りの話とかも言いたいすごいけどまだ秘密にしとこうまだキック 今がい今パンチってキックか間違えた。そうキックしております。そうでもあのキックはね、でも振り自由なんですよ。私が勝手にキックしてるだけ。振り付けじゃない。私が勝手にそう振りにした。ヒヒキックしてやったぜ。あはは でもみんなでいっぱいこう YouTube とかで研究しましたオリジナルです私のなんか今がいい場面っていうことだからなんかいい場面にしようって思ってなんかちょっと普通じゃないことをしたいなってその一瞬っていうのを表現したかったから キックにしたなんか多分指原さんも書いてくださってたけどすあのー、曲調とかで、まあ、どっちかといったらアイドルっぽくないから多分賛否両論とかあると思うけどそうでも「なんかイコラブ」って別にこういう曲だけじゃないから。 そうなんか今回のそういうかっこいいちょっとダンスナンバーでみたいなそういうまあアイドルっぽくは確かにないかもしれないけどそれだけの「イコラブ」って曲じゃなくていろんな曲があるからうんなんか振り幅がすごい広くてでもそういうふうにこう持っていってくださった。 なんだろうそういうイコラブをでも自分たちでさそういうのができるとか思ってなかったからさ何だろうそういう風にいろんなイコラブを引き出してくださってるのはあの指原さんだから私たちももちろんアイドルっていうアイジルグループだからまだまだ王道のアイドルソングももちろん歌っていくし今たくさんあるしそういう曲もイコラブに。 そうでもいろんな挑戦していきたいなっていうのがすごいあるから何かどんな曲が来ても対応できるグループになってたいなっていうのはすごいあるかなだからなんか今回の曲は今回の曲 をなんかいいものにできるようにそう披露するときになんか一人一人が輝くのはもちろんだけど一人一人が輝いてそれが集まったらなんかみんなでうんなんか一つの作品っていう形になるように頑張りたいなって思いますだからライブでね 早く披露したいなっていうのもあるけど嬉しいバリエーションいっぱいでよきって MKT さんアイリーちゃん嬉しいすっかり大好きなんですけどって嬉しい待ってタワータワーさんタコツアンありがとうありがとうございますちょっと後で書こうタコツアン スクショするみんな音量気をつけて321はい o k ケーそうそれで今回その「カメオ」のあれであのソロパートソロのダンスパートをいただいたんですよ そう急にカシャウの後に <laughs> すごいなんか真面目な話じゃないけどはいまさかのね2番の終わった2番のサビが終わった瞬間にズッツッツッツッって言ってちょっと音がねちょっと変わってダンスの音になって。 ダンンスナンバーがちょっとそこで特に感想が結構長くてダンスのパートがそう私が1人でまず踊ってその後は5人で踊って、まあ、全員で踊ってっていうで、えっと、落ちびの歌割りに行くっていう感じなんですけどそうあそこにもいろいろなエピソードがねあるので、まあ、またそれもね話していけたらいいなって思うんですけど なんだろうずっとこうファーストの頃からダンス動画をまあ上げてきたりダンスのメンバーって言われてきたからすごいなんかなんだろうな不安っていうか逆にそれがあったりしたけどなんかなんだろうすごい。 やっぱ自分が「イコラブ」でこう引っ張れるのはそういうダンスの部分だから今回こうやってまさか1人で踊らせてもらえるって思ってなかったからびっくりしたしすごい嬉しかったし。 なんか練習の時もメンバーがすごい褒めてくれたりしてそうすごいなんかすごいねメンバーがすごい褒めてくれたのよみんながやばい今泣きそうになってきてる <laughs> そうでもその話はね、まあ、またしたいなって思うけどはあけどなんかそういう風にこう見せ場で少しでもみんなになんか恩返しじゃないけどファンの方に見てもらえる あのー、ところがあって嬉しいなってすごい思いますそうなんかメンバーがめっちゃ優しくてねそう、まあ、言わないんだけどまだはい <laughs> 嬉しかったですそうだからなんかそこをしっかり決められるようにパフォーマンスするときはそう しっかり頑張りたいと思います責任を持ってあのダンスパートを務めたいと思います <laughs> なんかねそうあれを取る時でもすごい体に力がまだ入っちゃって構えちゃうのよ踊るぞっていうなんかよっしゃ行くぞみたいな気持ちになっちゃってまだ んなんだろうなすごい体に力入っちゃっててでもうんなんか一時期男子とかにちょっとまあなんかあんま自信がなくなっちゃったりなんだろうなそういう時期とかもちょっと多かったりもしたんですけどんでもなんかうんやっぱり。 そこでなんかなんかダンスメンバーっていうのが言,っちゃう言えなかったり怖いなって思う部分がすごい大きかったりしたんですけどでもやっぱこういうふうに今日 MV 公開されてファンの方がすごいね褒めてくださったりあのめっちゃね いいっぱい見たののよみんなの反応そしたらねすごいね言ってくださってる方がたくさんいてなんかそういうのを見たりあと最近だとダンス動画を上げたりするとすごい反応をしてくださったりしてなんかやっぱり嬉しかったしなんか自分としてイコラブの中でなんだろうダンスが上手いメンバーたくさんいるけどその中の一人としてなんかちゃんと。 入れるよううに頑張ろうってなんか自分のダンスに自信がなくなったり、うん、なんかした時もあったけどなんか今回の合宿で自分のダメなダンスでなんかどこを直したらいいんだろうっていうのをすごい考えてた時期があったんですけどなんか今回の合宿でそれをちょっと見つけられた気がしてすごい。 なんだろうすごい意味のある私にとっても合宿だったかなって思うからそうなんかもっと表現力とかすごい曲ごとにそして曲ごとだけじゃなくてその曲の一つの中でもパートごと歌詞ごととかでいろいろ表現を変えていけるように。 なんか頑張ろうってすごい思えた曲この曲がだったのでなんかねすごいこう何て言うのこの曲ダンスのなんかなんて言うんだろう分岐点じゃない分岐点っていうのかな何て言うんだろうダンスに対しての気持ちが新しくなったすごい一曲になった。 かなって私にとっては思いますターニングポイント <laughs> かっこよく言おう <laughs> そうなんですそう衣装もそうなんですよなんか衣装はあのめっちゃかわいいですよね <laughs> 2個 MV で登場してると思うんですけどまあ、1個目があのジャケット写真じゃないのあのツイッターとかもそうだしアイコンとかもなってるやつがそう潜在写真の衣装ダンスとか踊ってたそう紫のやつなんですけどそあれもねよく見たら2色。 紫があるの気づきましたぶん MV 中ではあんま気づかないかなどうなんだろうかでも一列並んでたりするとねそうわかると思うんですけどそうなんですよそう記事から今回もたぶん作ってから去ってたのかなそうなんですそうすごいですよねめっちゃ可愛くないですか いやなんか2パターンの実は色があってそうなんか薄い紫とちょっと濃い紫があってそうなんかそう本当にそううんピンクっぽい紫と青っぽいうんそんな感じ少しずつそう全員違いますね で靴とかもそう、まあ、あの見たら分かることだけど違うんですよそうそれで結構でもなんか私の対の衣装のメンバーはいなくて正直なんとなく似てるメンバー同士っていうのはあるんですけど私はいないいんですよ <laughs> そういなくて結構キアラと翔子がどっちかといったらまあ似ててでも全然違うんですけど そう私はピンクっぽい色の方ででまあミーんやとナタがダブルセンターで同じ感じの衣装になっててジャケット組がね4人いて花とのんのとサナとマイカがジャケット組でいおりとりさが今回ショートパンツなんですよそうそうなんですよでで私はワンピースで そう形的にはウコとかキアラにちょっと似てたりもするのかなそれぞれのなんか個性にあった感じでそうなんか私いつもワンピースなんですよワンピースっぽい感じなんですよねダイヤモンドリリーの時もそうだしウォンチュウォンチュの時もそうでなんかチビだからか <laughs> わかんないんですけどなんか結構そういうのが多い ですよね多い形が自分のなんか形が分かってきたそう大リリもそうだしオンチュオンチュもなんですよ私そうだからメンバーもなんかアンナはこっち系だよねってフィッティングの時とかにもそう言っててそうおへそは出さないですよ私はそうでもそうなの私ね今回も短いのスカートそうなんですよ <laughs> <laughs> めっちゃあ、ね、今回レベル違いにね短いんですけどでもあれはそういうスカートの横に切り目層入ってます正解ですなんですけどなんかまあ下に短パンみたいなの履いてるので大丈夫ですよ私が足を上げたりね足すごい開いたりしてるからすごいね多分ね <laughs> そうなんですよ <laughs> なんかもうそういう何デザインなんですよもうスカート半分短パン半分スカートぐらいの人でこうパッと見スカートだけど実は結構短パンみたいななんか安心してくださいドキドキしました <laughs> そうそうでもなんか最初あのー そう切れ目が入ってるんですよスカートに私のなんですけどそこをね衣装さんがここを閉じようかなっていうお話をされてたんですよそうでも私乾燥のダンスを踊る人だから足めっちゃ開くんですよっていう話をしてあじゃあそしたらちょっと踊れなくなっちゃうからその切れ目はそのままでってなりました裏話ですこれ衣装の裏話 <laughs> そうなんですだから結構短い人でしかも乾燥のダンスで結構足をねドーンってやるので <laughs> そうなんですよまあセクシーなちょっと大人の案を見てください <laughs>。はい どーそうぜひあそこいっぱい見てください。身長高く見えるちレピーマンパブリカだねそれは <laughs> そうねここに 6枚目みたいいなやつがついてるそうそれぞれのほんもう本当に衣装もマジで可愛くてそうあと今回セットがめちゃめちゃ豪華でそうラーメンショップカメオっていうまあ何イメージっていうかテーマなんですけどマジで豪華でそう見た瞬間もうみんなで「えー!」って「すごい!」みたいな感じでした本当に。 やばくない全部あれセットなんですけどそう CG じゃないよセットです <laughs> セットなんですよすごかったちょっと今回セットが謎の青いラーメン青いラーメンですからそうラーメンにはそういろんなもの入っちゃってますねそう私はマイカとねペアでねいろいろやっておりましたね もうちちょっとあそこ恐ろししい子でしたたでよね、全員なんだっけなミリニアとナータがペアでいおりとサナがペアで私とマイカがペアでえっとのんのとハナがペアでウコとりさときアらが3人でペアだったんですけど多分でしたよね多分恐ろしかったよね全部全部恐ろしかったよね多分そうスープ煮込んだりまあそこにもね裏話、まあ、とかあるのでね あそこも本当にもうみんながちょっと行っちゃってる感じやばかったけどそうちょっといろんなね表情とかやってることがやばかったりしたけどまあそこも楽しんでいただけたら最後ミリーナの指指ついてるこのいいですよねあれこうやってねいいですよねサイコパスだってそうですねサイコパスです多分本当に。 あの笑顔が怖いってそうなんですよ <laughs> そうラーメンの青いラーメン作ってみたい青食弁人で多分いけるよね絶対作りたいってつぶやいたら花が乗ってくれたからいつか作りたいと思いますあんなのいつかはいつか分からんけどあんなのいつかは遠い 昔になるけど遠い昔違う遠い先になるけどおされさんおされさんがそうあ,あそう今回も衣装はおされさんです毎度毎度お世話になっておる素敵な素敵な素敵な衣装をね作ってくださるおされカンパニーさんです48グループさんとね 同じそうヘアメイクさんもいつもお世話になっている方たちばっかりで周りのスタッフさんも皆さん MV とかも監督の方はじめましての方だったんですけどでも、まあ、制作のチームの方とかは、まあ、いつも同じ方がやってくださってるのでマールさん初見ありがとうございます。 そ,うそれでもう一着の衣装は何だろうちょっと何だろうあれは不思議な衣装ですよねまた新しい感じのあれはもう全員おそろっちで <laughs> あのピンクの帽子とかそう靴もみんなもう全身お揃いのやつです何だろう緑っぽい色とピンクっていうね組み合わせでチャイナ ぽい感じなんかあのー、なんだっけなチャイナ何お店の、まあ、制服みたいな感じですよね足があって <laughs> チャイナの時のヒール大きかったかも覚えてない大きいかも もう一個のね、でもそのあ紫の本衣装も結構それぞれ今回靴が違うんですよ。なんか今まで靴は全員一緒だったんですよ靴がこんなに表題の曲で靴違うの珍しいかもしれないけどそういつもなんかそれぞれ衣装が違っても「あのダイヤモンドリリー」とか「おンチュうンチュも「つるゆずるいね」も。 3つとも靴は一緒だったんですよけど今回靴がね結構違うんですよね2位イだったりブーツの子とかパンプスとかいろいろ結構あってそう私はなんだろう2位イではないなんていうやつだあれ私のやつは1人しかいないんですけどあれはサナとイオリが2位イ でなんか膝より上まである白のブーツだけど私はロングブーツっていうのかな膝下までのでも長いブーツそうもうねあの蒸されてます <laughs> MV の時さまもちゃんいっぱい踊ったからさ蒸されていましたねえー、はいブーツが <laughs>、はい。 ロングブーツ多分ちょっと <laughs> 超暑いです <laughs> そう3人で暑いってやばいって言いながら頑張ってますサナとユリと私でそうメンバーによってそう靴が違うからね私は間違えることがないわ でも結構みんな違ったりするのかな、ね、怖いみんなのコメントタピオカマンさん初見ありがとうございます怖いみんなのコメント <laughs> やだ <laughs> ブチはでもあでもなんかねちょっとサイ,サイズが違うのか分かんないけどいや蒸されるとか言うからってさいや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 ,いや<笑><笑><笑>私たちが言うのとさ とかメンバーが他のメンバーを言うのと違うからねほんとあの皆さんが言うの <laughs> 違うから <laughs> もうみんな気をつけようもうう <laughs> ん まあそんな感じでございますよなのでいっぱいねいっぱいいっぱい見てくださいおうちにいるかもしれないからみんなぜひいっぱい見てくださいなんか まあね、でも他に MV のこととかまあまた話したいから今話しすぎてもだからねちょっと青いラーメンまで作りたい食紅紅紅で作りたいですねゆう u さん嬉しい。 と、一旦、えっと、七時半までです。何ラーメンだろう、分かんない、食べてない。青いラーメン食欲。いや、でも、でも、ある、売ってるよね、普通にお店あるよね。し、もなんか見たことあるよ、私。知ってるよ。 まあでも青って食欲なくなるって言いますよねけど映えますよか青とかあんま食料ないもんね一番青が絶対ないもん私もつらいちさちゃんつらいよ 青のなんか野菜とかあんまなくない珍しいですよね青かき氷確かにブルーハワイでもブルーハワイは美味しいけどしかも結構な青をしてましたからねなんかちょっとデュギっていう <laughs> なんか青色でしたからねあれは。 まあいろいろありましたよこの寝具の期間そう今日はラガッチェだから10時ぐらいから1時間ぐらいまた配信してでラガッチェをそのままみんな見てねーって終わる予定でそのまま今日は今夜はイコラージュもあるよよろしくーって感じで終わる予定よ なんか早くねみんなとなんか直接感想とか聞きたいです直接皆様の声が聞きたいな直接聞きたいです ラ幸せってやった直接お話ししたいね言いたいね心の充電できた MV でよかった嬉しいそれは嬉しい全国の皆さんに全世界の皆さんにね YouTube であとお届けできるのでね「トップエルネオ」あ読んだのお,お みんな読んでくれたもう届いたの私はまだ見れてないよ。見たい。私も感想を聞きたい。そういっぱい布教して。嬉しい。ね握手会いつできるかね。トップエールネオさんです、私は。 そう本当にそう指原さんの引き出しがすごいですよね歌詞もそうだしなんかこっち系の曲にしようっていうのとかだってさ「カメオ」っていう言葉とかも正直知らなかったし毎回そうなんですよねでもいろんな知らない言葉がたくさんあるから指原さんはどこでこの言葉を知ったんだろうとか <laughs> すごいねいっつもね謎。 謎なな気持ちになるそこはどこでこの語彙力を指原さんは培ってらっしゃるんだろうっていっつも思うどこからこんな感情を歌詞にされてるんだろうってすごいなって本当にカカフェでカメオって出て出くるのかな <laughs> だからそこが本当になんかすごいんですよね。 だってネットで調べるって言っても仮面ってどうやったらネットへ出てくるのって話じゃないですかだからでもうなんか周りのねスタッフさんとかももう指原さんは本当に天才だからっていう言葉をすごくやっぱりいろんな方が言ってらっしゃるしスタッフさんとかもそうだからそれは本当に。 本当にそうだと思うし、うんなんか指原さんの方が年下だけどあのスタッフさんからねだけどなんかこんなに尊敬できてすごいって思う方は本当にいないって指原さんはすごいっていうのはもう本当にたくさんの。 なんだろう私たちも関わらせていただいてる方が本当に言ってらっしゃるのでうんそう新しいなんか自分たちでこういうね何だろう感じは作れないというかないだからいや思いついたらメモするって うん、いや私もメモするよけどねそんなことは出てこない「今日はこれ食べておいしかったです」とかしか出てこない「今日は誰誰が変なこと言ってて面白かった」とかしかメモしてないから私 <laughs> 本当にだから気になった言葉か気になった言葉って「何それ?」って言って聞いて。 忘れちゃう <laughs> そうから日記だよ本当にもうそうね語彙力 だってさ多分あれですよねなんか字幕をやっぱ出してみるのが一番いいと思うな今回の曲とか特に <noise> 字幕大事よな何言ってる <laughs> 早いから曲調的にも今回は結構本当に字幕を見ながらなんか 映像を見ながらとかで見ていただくのがすごいいいと思いますそう英語の部分とか多いしそうだから何回もね是非見てくださいちょっと夜にね見ちゃうと寝る前に見ちゃうとねちょっと怖いシーンがね <laughs> 夜さ夢とかに出てこないかったらいいね <laughs> ちょっといろいろ出てきますからね恐ろしいものたまにね <laughs> ちょっとねうん <laughs> 蹴られる夢みそう <laughs> 夢であんなが蹴ってるかもしれませんすいません私が怖くてもいいってユンちゃん <laughs> 夢にそう私出るかもよニコハチさんの何をしてるかわからないよののちゃんにペキペキって何か掘られてるかもしれない <laughs> ちょっとね包丁とかも出てきてますからね <laughs> いろいろねいよりいとかさらにねこうやって何か糸でね巻かれるかもしれないしねわ <laughs> かりません何されるか。 あんなに湯切りされたりそれは謎 <laughs> それは謎ですけどまめすマメスさんダンスかっこよかったって嬉しいありがとうございます <laughs> リサにカツアゲされるかもしれないわわろた 楽しくみんなでクッキングいやーこの MV ではちょっと楽しくみんなでクッキング映像じゃなかったでも私たちは楽しく撮影してたよ超笑顔でやってた爆笑しながらね撮影してたもんあれ面白かったんだもんまあそれは後ほど裏話はいつかでね楽しかった他のメンバーの,あのペアのね撮影の時は見てないあんま見てないんですけど私はマイカとの撮影ですごい楽しかったです 面白かったいっぱい笑って爆笑しながら<笑>爆笑しながら撮影してましたそう今回の撮影結構みんなでワイワイねああいう曲だけど結構みんなでワイワイ楽しく撮影しましたねちゃんとあった裏話はメモってるので大丈夫です グッド最近はあの終わってすぐメモるようにしてるのでそうたくさんね小出しにしていかんとね持たないのでネタは小出しにしていきたいと思います腕はね疲れてます <laughs> 早く披露したいけど緊張するな 緊張するなーっていう気持ちそうよアイドルにもネタ帳は必要なんですよそう日常会話もそうよ日常会話でも友達とかメンバーと喋っててなんかちょっと何かあったらもちろんあれだしメモるしメモるもうすぐ10万回再生お今日中に10万回いきますかね アーシャのポーズ強い女から、本当ですか？強いんでまあ <laughs> マヨラボ用にぜひメモってください。十万いくでしょう？本当ですかエリカ？ヒカタヒカタさん <laughs> ありがとうございます。そう今回あ初かな裏が白なんですよ。<laughs> あのアーシャとかの背景白ですよ。今までなかったくない以外に。 そうファースト何だったんかなでも結構ね白じゃなかった白は初だと思いますなんかまだツイッターにね違和感を感じるよねまだ慣れないファーストピンクか そうツイッターね変わってたつぶや12時になった瞬間ぐらいからどんどんいろんなメンバーが変わりだした多分順番にマネージャーさんが手分けしてやってくださってたいつの間にだってねまあ掃除ね順番にまあもちろんあれはやるから何人かのマネージャーさんがそう多分担当あるのかなかんないけどそう 私変わってたけどまだ変わってないメンバーとかもどんどん <laughs> 変わっていってたからそう手動できっときっと手動で変えてくださってるからマネージャーさんですそう本人じゃないです手動ですよあれ手動以外ないんじゃない多分きっとないよ なんかあれですよね一人一人個性がある表情をしてますよね多分ショールームはねまた変わると思うアカウントはもちろん入れますよ多分全員分も入ってるインスタも入ってるスタッフさんがだからまあ なんかあったらすぐに <laughs> すぐにいやまあ宣材写真ってめっちゃ大事やからなやっぱそうだからすごい宣材写真撮った時はそう MV の日とは違う日に撮ってるんですけど宣材写真はもうねみんな宣材にやっぱ命かけるわけよ 洗剤はすごい大事だからあの写真ってだってツイッターのアイコンにもなるしもう強制的にツイッターのアイコンになるわけですよ私たちはそうだしもうホームページにもなるし何でもやっぱあれがこれから出るからやっぱこの7枚目の期間はずっとねあの写真が使われることになるからやっぱすごいね重要なんですよそう あれはね重要なんです本当にめちゃめちゃそうね半年近くはまあ変わんないよねいつもねなんですけどだからあの洗剤の前になるとねみんなねちょっと頑張ってね洗剤に向けてねこうちょっと頑張ってで ヘアメイクさんも,もう洗剤の時はもうもうすごいチェックがそうすごいねやってくださいますもうめちゃめちゃそのみんなが可愛く撮れるようにみんなが盛れるようにすごいその洗剤のやつはあのもうチェックがね結構入念ですねやっぱ特に。 はいはいはいとかじゃないないんかもうまあ生自身は結構楽しくみたいなイエーイピースみたいなヤッホーみたいな表情だけど、まあ、結構あのもう洗剤はあんまあ、手にこういう曲調、まあ、的にも今回こういう感じとか違うからねこういうのとかまああれなんですけどあのー、まあおとなしくそうおとなしくやっております。 <laughs> スッって感じでスッって感じでうんまあ確かに証明写真に近い近くはないけど近いまあおすましそうそうでも23枚ごとに髪の毛をね直してくださって前髪との戦いでねしかも戦前の時なかなか前髪決まらんかったんかいねそれで結構ね苦戦して大変だった めっちゃ今の方が前髪綺麗かもあの日ね私の前髪調子悪かったんですよねでもなんかもう前髪はやっぱ大事だから洗剤の前髪はもうねめっちゃ頑張ったよ2回ぐらい前髪をね水濡らしてねなんとかやりましたけどで洗剤の取る 時間は結構一人長いしそういろいろねありますよ <laughs> でも戦隊は何枚かなんか写真がね送られてくるんですよで まあもういっぱい撮った中の何枚かがこう送られてきてどれが自分的にどれがいいっていう風に言われてでも,も自分が客観視できなくてそうだから結構メンバーとかに送ったり家族とかにあの信頼できる <laughs> そう人とかに結構メンバーとかも多分みんな送ったりして。 決めてでも私本当にやっぱ優柔不断で結局決められなくてそうマイカがこれかこれがいいと思うって言ってくれたのがあったんですよだからその2枚にとりあえず一旦絞ってそっから家族とかあのー、信頼しているいとことかに送ったらマジで半々ぐらいの票数で帰ってきたんですよそうだから最後はあのアネージャーさんにこれかこれどっちかでお願いしますって送って そうなんですよそう。そんな感じですよそう表情とか角度は違うみんな悩んじゃうよそうマジ半々ぐらいだったの本当にそうなんかあのー いとこに送ったら、いとこといとこの旦那さんがなんか返してきてくれたんだけどなんか女的目線はこっち、男目線はこっちとか帰ってきたりしてわからんわみたいな <laughs> でも普通になんかあのー、違う誰だっていうのでも 全然別にだ男性女性関係なくこっちって言ってあの逆じゃんっていう時もあったからもうやっぱ人それぞれなんですよねだからだからもうね諦めてもうどっちも送りましたそうだからもう2枚を送ってこのどっちかでお願いしますってスタッフさんに戻しました <laughs> 何,何枚もめっちゃ何枚あるんか分からんけどあるうちの数枚に絞られてきたのにまた2枚で返すっていう技をねしました迷惑 <laughs> 迷惑 <laughs> なんかやっぱこう自分はもう自分の目ってもうおかしくなってるんですよ多分自分を見る目ってだから多分人に人がいいって言ったものを にやっぱねこうもう,そ,うそれを信じた方がいいのかなって見,る見て評価するのって自分じゃなくて相手自分以外の人だからなんか自分がこれがいいっていうのを突き通すんじゃなくってそういう意見とかもちゃんと聞き入れてなんかやった方がいいなってすごい思うから最近は。 なんか私たちは特にこう他人に自分じゃなくて自分以外ってまあ他人だとしたら他人が見てどう評価するかっていうのが私たちのなんだろう私たちにすごい大事なものなのでうん,なんかそれは最近は大事にしてます。なんかか SN sns に載せる写真とかもなんか 周りにちょっとメンバーとか友達とか家族とかいたらどっちがいいと思うって聞いてみたりしてそ,う、まあ、そっち流されるとかじゃないけどなんかそういう意見もしっかり取り入れるのって大事だなっていうのはすごい最近思います。そんんなな感感じじです <laughs> どんな感じだよって そそろろ終うんうん一旦一旦終わって今何時だ7時半ぐらい8時半9時半2時間半後2時間半後にまたお会いしましょう2時間半後にし順位読みます13位がマツケンさん12位がトモ11位がジスン 10位がユーシスさん9位が人生じいちゃん8位が MKT さん7位がユカリン6位がデルファイさん5位がショウジンさん4位がイトコンさん3位がレグルスさん2位がジージ1位がタコツアンですありがとうございましたさあラガッチャのじゃあ前にあとちょっとだけ配信をする予定なのでぜひ。 遊びに来てください夜ご飯を食べたりお風呂に入ったりまあする方もいるかもしれませんねはいそんな感じでーすよいしょおっとえええランダムできないなんで下に下がらないこれはバグってるんまあいいや 一人目ソフトメンさんちょっと上の方だけになるかも2人目がよいしょ龍馬さん3人目えめっちゃ上の方だけごめんたけしさんラスト4人目あおちゃんですありがとうございましたよいしょタコツワンタワーありがとうございましたありがとうですよう <laughs> <laughs> ちょっと遊んじゃったそれではまあじゃんけんは後でしましょうねそれでは後でお会いしましょうバイじゃあバイバーイおやすみとボール弁当箱ここでさようならの人は次は22時からなのでぜひまた来れる方は遊びに来てくださいそれではまたこのあと ちょっとだけしか、まあ、裏話しゃべってないけど裏話っていう裏話じゃないけど衣装のこととかちょっとお話ししたので、えー、MV とかまた見てみてくださいではバイバイさよなら